幽霊を折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。袋を開いて四角く折りたたみます。裏返して同じように折ります。辺と折り目を合わせて三角に折ります。戻して袋を開いて折りたたみます。同じように行っていきます。辺と辺を合わせて折ります。戻して袋を開いて折りたたみます。同じように折っていきます。こちらの辺を真ん中の折り目に合わせて折ります。同じように行っていきます。こちらの角を中割り折りで上に向けます。こちら側も同じように折ります。こちら側を下の方を中割り折りで横に向けます。同じように折ります。こちらを下、横に向けます。
ハサミでこの辺りを半分まで切ります。こちらの切った部分を広げます。こちらで完成です。